別のコンサルを受けてたんですけども、はい、その間一人も集客できなかった。講座が始まってから今2ヶ月で700人オーバーというところで40万円近い、まあ、受注をすでに今2ヶ月間でいただいていると。皆さんこんにちは。こんにちは。ということで今回はですね、受講生のニーナさんが英語コーチとしてインスタを開始して入学60日で39万8千をね売り上げた秘訣についてですね、いろいろお伺いしていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、お名前はニーナさんですね。今もニーナ先生という形でねインスタでも活動されていらっしゃると思うんですが、今のご活動内容を簡単に教えていただけますでしょうか。英語コーチングをしております。一般的な英会話というよりは発音を強化という形で活動しております。ゴールとしては英語がペラペラになるまでっていうのをサポートしているんですけれども、はい、なかなか英会話が上達しない方、初心者の方とか、どこから手をつけたらいいかわからない方、ある程度英語が上達したけどもここから伸び悩んでる方とか、トイックなどのテストですねの点数を上げたい方、どなたでも伸ばすことができるということで発音をメインで教えております。トイックでもそうですし、英語話せるようになるにも実は一番重要なのが発音っていうところで、それ本当に誰よりもね詳しくお伝えされているのがニーナ先生のメソッドのすごいところでもあると思うんですが、弊社の学科にご入学いただいたきっかけというか、なんか決め手があればちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。実は北野さんのところに来る前に別のコンサルを受けてたんですけども、はい、1年間ですね、その間一人も集客できなかったんですよね。生徒さんになっていただいた方っていうのはもともと私を知っていた方、教えてって言った方だけだったんですね。これ以上もう限界があるというふうに思いまして、どうやって集客したらいいのか全く分からず、北野さんのインスタライブを、まあ、何かのきっかけで拝見することがありまして、そこからいつも北野さんのライブをずっと見ていてこの人だったら集客できるそのノウハウを教えてくれるんじゃないかっていうふうに思い、まずはワンデーセミナーに参加させていただきました。ライブを見てくださってからっていうところだったんですね、はい、次にですね、ちょっと今のお話も被ると思うんですけど、入学前の状況ってコンサルもともと受けていたけど新規の集客はなかなかうまくいってなかったっていうところだと思うんですが、その時って本当にリストが全然取れないっていう感じですかね。リストの取り方がわからない。公式 LINE はもう持ってたんですけど、はい、その使い方っていうのは学べたんですけど、使い方以前にそこにお客さんが来ていただかないと話にならないってところで、そこが全然わからなくて、どうやって集客したらいいのかっていうのが全くわからず、たまたま何かを見て登録していただいたっていう方がたまにいるっていう形でしたね。そんな感じになってしまったっていうことですかね。そこがまあ入学後の具体的な変化っていうところで、集客面とかあと売上面的なところも教えていただきたいと思うんですが、その後の変化としてはどうでしょうか。インスタが個人の日々の写真を上げたりっていうのは前からあったんですけど、英語コーチとしてのアカウントを作ったもののずっと停止してたんですね。どうやってやったらいいのかっていうの全く分からず、インスタで集客ってそんなことできるのっていうふうに思ってたんですよ。フォローされるのも待ってればされるのかと思ってたんで何も分からなくて、そこで北野さんに教えていただいて、毎日びっくりのずっとでしたね。インスタグラムでフォロワーも増えてきつつ、リストも取れるようになってきつつ、フォロワーもどんどん増えて、うん、最初は100人ぐらいいったもんですね、うん、今700、そうですね、100人から開始をして、講座が始まってから今2ヶ月で今だいたい700人オーバーというところで、インスタグラムって目安として初期の段階って半年間で800から1000フォロワーっていうところは1個基準だったりするんですけど、英語系で伸びやすいっていうのはあるにせよ、この短期間で700人をもうすでに突破しているっていう勢いで伸びてるんですが、売上面的にはどんな感じでしょうか。フォローしてくださった方が LINE に登録していただいて、そこから PDF なり動画なりで私を知っていただくものは用意してあったんですけど、それをご覧になっていただいて個別相談会に、と私の場合は個別相談会プラスどんな感じで発音のレッスンが受けられるのかっていうのを体験していただこうということで、体験レッスンっていうものもセットで用意していて、それを体験していただく流れで、気に入っていただいた方が制約という流れになっております。体験レッスンも無料でされていらっしゃるっていう感じですかね。はい、ご制約金額でいうと今現状2ヶ月間でどれぐらいの。39万8千円になります、ね、40万円近い受注をすでに今2ヶ月間でいただいているということですね。こちらニーナさんの、ね、インスタグラム実際に表示させていただいているんですが、こちら元にですね、インスタ成功の秘訣とかもいろいろお伺いしていきたいなと思いますが、はいはい、現
在フォロワーが763人ということで、もともとは本当に100人前後だったアカウント、そうですね、ここまで2ヶ月ぐらいで増えているというところで、本気で英語力アップしたい人の発音矯正っていうコンセプトで発信をされていて、年齢不問初心者でも90日でみるみる英会話が上達する発音攻略動画をプレゼントっていう形でね、 LINE 誘導されていて、投稿のタイトルとかもすごいデザインきれいめでですね、統一感を持って発信されていらっしゃると思うんですけども、これもなんか初回コンサルの時にデザインとかもちょっと打ち合わせをさせていただいて、もともとはこんな感じでね、ちょっと緑っぽいような色合いのされていらっしゃる、自分の好みの色で作っていたんですけども、淡いブルーがいいということで、言われてみたらすごく見づらいなっていうふうに思って変えてから気に入ってます。めちゃめちゃ見やすいですよねこちらね。ライブもね頻繁にされていらっしゃると思うんですけど、インスタライブって頻度どれぐらいでやられてますか？北野さんのところからスタートしてからはインスタライブが絶対いいということで、これをすぐにやらなければいけないと思ってすぐにやったんですよ。本当に最初は3日連続とかでやりました。最初にその緊張するじゃないですか、慣らすために最初にガーってやってしまおうと思って、うん、初日はもう何喋ってるかわからないぐらい緊張したんですけど、うん、1日目には本当に慣れて、次の週にはすっかり慣れてっていう形で、今はだいたい週2ペースでやっています。この動画見てくださってる方でもライブをやっていきたいけどどういう風な着地点に持っていけばいいのかわからないって方結構多いと思うんですけど、ニーナさんがライブをするときって毎回目的ってなんか決めてたりしますか？例えば個別相談とか LINE 誘導とか。今日は個別相談を最後にしようとか一応決めてはいるんですけど、あまり毎回やってしまうと必死感が出てしまうなっていうのを途中で感じたので今言わないようにはしてるんですけど、私の場合は週2なので、1回は喋れなくて悩んでる方向けに、どうして喋れるようにならないと思いますかっていうような教育だったりと、でもう一回は発音講座みたいなことをドラマのセリフを使ってがっつりやるっていう形でやっています。実際のドラマで発音練習をするっていうね、切り口がすごい面白いなと僕も思っていたんですけども、やっぱ需要ありますかね、ちょっと違った切り口というか、ストーリーの方でアンケートを取ってどうなりたいですかっていうアンケートで、そこで映画やドラマを字幕なしで見たいっていう方がダントツ多かったんです、ね、うん、私もドラマから入ったタイプなので皆さんすごく喜んでいただけるので楽しく見ていただける、うん、ということでね、独自のね切り口だったりとかもね交えていくと、他の人とまた差別化ねすることもできたりしますし、ストーリーズとかもね結構まめに上げてらっしゃると思うんですけど、ストーリーズもよく何上げていいかわからないって結構困っちゃう方多いと思うんですけど、ニーナさんは今日とかもね1時間前にストーリーすでに上げられてますけども、今日はですねプレゼントの中身をお見せしたんですね。プレゼントって文字で言われてもいいのか悪いのかもわからないし、どんななのっていう風に思うと思うので、その中身をちらっとお見せしたっていうのと、自己紹介を改めて今日ちょっと上げてみたんですけど、私のことをわからないじゃないですかやっぱり、なのであんまり自己紹介ばっかりこう話してもつまんなくなってしまうので、インスタライブとかでもそんなにがっつりは言わなくて、まあ、さらっと流す程度だったので文字で今日上げてみたんですけど、うん、マイストーリーみたいな形で自分の紹介とかこういうストーリー形式ですごい見やすいです。白背景に文字にちょっとラインを入れていただいてっていうね。北野さんのところに来る前はスペースを埋めたかったんですよ、はいはいはい、ここ空いてるからちょっとここに動くでも入れちゃおうとかっていう感じにしてたんですけど、シンプルの方が見やすいっていうのを学んで、何もない部分があった方がすごく見やすいし、伝えたい部分が際立つので、なるべくシンプルにっていうのを最初黒もいいなと思ったんですけど、イメージ的にもうちょっと爽やかでいきたかったので、うん、白とかちょっと薄めのグレーとかで決めています。ニーナさんもおっしゃる通り、この見やすさっていうのがすごい大事で、めちゃめちゃいいこと言ってるのに背景がごちゃっとなってて見づらくてデザインが汚くなってしまう人ってものすごく多くて、もったいないなって僕も思うんですけども、余白を作るからこそやっぱ見やすくなるっていうね。ということでですね、ライブだったりとか、まあ、ストーリーとかのねポイントもいろいろ教えていただきたんですが、最後ね今日動画見てくださってる方とかでも、これからインスタとかですねライブとか一歩踏み出していきたいけども、まだちょっと何か踏み出せずに止まってしまってるって方も、ね、いらっしゃると思うんですが、まあ、そういった方々に向けてニーナさんからも何か最後一言応援のお言葉とかですねメッセージがあればちょっといただけたらと、はい、私もそうだったんですけど、うん、これを言ったら嫌がる人もいるかもとか嫌われちゃうかもとかっていうのがあったんですね。自分を作って好かれようとするっていうのがどっかにあったんですけど、うん、それをやってしまうとやっぱり自分じゃなくなっちゃうし、自分のいいところがくすんでしまうので、自分っていうものをしっかり持ってそのまま素直にドーンって出せば、そこがいいって言ってくださる方が絶対来てくださるので、自信を持ってそのままアピールして、ライブとかも緊張すると思うんですけど3回やれば大丈夫です。やらないとわからないですよね、うん、自分がこれ受けるだろうと思ってやっても逆に受けなかったりとか、うん、ということがあるので、数をこなすといいもの
悪いものがすごく見えてくるので、何回も躊躇せずにやっていただけたらなと思います。量が質は生まれないって言葉ありますけどね、ぜひねチャレンジを重ねていっていただきたいなと思いますし、概要欄の方でですね、ニーナさん実際に LINE 公式アカウントとあとインスタのね URL も貼っております。こちらの方から登録いただくとですね、ニーナさんの LINE の配信もマーケティング的な観点はもちろん勉強にもなりますし、今だけ発音に関してのねプレゼントっていうのもですねこちら受け取れるということで、年齢不問初心者でも90日でみるみる英会話が上達する発音攻略動画っていうのもねいただけるということですので、ぜひこちらもね、はい、登録してみていただけたらと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということでニーナさんね本日はお時間いただき本当にありがとうございました。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の LINE では SNS 合計1000アカウント以上プロデュースして判明した月100に集客していくための今最も反応出る SNS マーケティングのノウハウをまとめたこちらの豪華8大特典プレゼントを今だけお渡しています。一つずつ解説していきます。まず1つ目、 LINE かける Instagram 超集客を完全講義マニュアル動画2本分こちらにプレゼンしています。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善ポイントをまとめた徹底解説講義動画。3つ目、僕自身 TikTok たった3日で1000フォロワー公開2000フォロワー達成した文字だけでバズるショート動画集客完全講義マニュアル、こちらにプレゼンしております。4つ目、僕自身が5ヶ月でインスタ1万フォロワー達成したインスタストーリーズ&リール集客講義動画、こちらもプレゼンします。5つ目、たった3ヶ月で5000フォロワー増やすためのインスタグラム集客の教科書という電子書籍、そして6つ目、一番優しい LINE でステップメール集客術という電子書籍、こちらもプレゼントしてます。7つ目、たった5ヶ月でインスタ1万フォロワー増えたインスタインサイトの徹底分析解説動画。最後8つ目、毎月100人新規集客できる LINE かけるインスタ超集客法ワンデーズーム無料勉強会のプレミアムチケット、参加費通常1万円かかるところというのが無料でね参加できる、そういったプレミアムチケットになってますので、こちらの豪華8大特典ですね、ぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしていただければと思います。弊社ですね、先ほどもお伝えした通り自宅で受けられるワンデーズーム無料勉強会という無料セミナーやってます。こちらに関しては常に最新のインスタを使ったノウハウであったりとか、 LINE 公式アカウントに見込みのお客様を集客していくための方法だったり、少ないリスト数でより大きな売り上げを上げていくための業界トップクラスのノウハウを凝縮した無料勉強会ご案内させていただいておりますので、今すぐ申し込みたい方も下の概要欄から LINE 登録いただいて、カタカナでズームセミナーと7文字でメッセージ送っていただければセミナーの参加日程届きますので、お好きな日程を選んでいただいてご参加いただけたらなというふうに思います。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。